シャベルサカツク5、過去の無念を晴らしたい。かろうじて J1 は上位組の5位にいましたが、成績がまたも優勝補正により下降している我がクラブ、理不尽な右肩下がりが始まっています。いいユースはたくさん入ってきているんですが、育成がとにかく難しいというか理不尽。このゲームの辛さを再び味わい始めております。理不尽サカツク、もう少し頑張ろう。まずはユースのトップ昇格ですが、武藤と南部、国内最高レベルの選手2人が昇格し、入場料とテレビ局収入がかなり多かった。12年目、13年目も黒字で頑張ろうということで、13年目です。スポンサー契約料は20億円ほどとなり、テレビ局契約はお金をたくさんもらえるわけではない契約となります。契約更改はベテランなので迷いましたが、菅沼と1年契約を結び、今年はコーチが入れ替え、一回りいい能力の人に変えます。次は新ユース、当たりすぎても能力爆発しない人もいるので難しいところですが、このシーズンは堀池さんの身が有力選手、ミッドフィルダーの脇坂も能力はいいんですが、なぜか指数が低めです。その後、去年ユースだったトップクラスの日本人2人が入団します。じゃあ、優秀だったら神の領域までちゃんと育つのか、って言われるとそれが微妙っていうこの理不尽さもありつつ、期待もしつつ、入団したての南部に爆発の気配。気配だけじゃダメなんだよなぁ。2月は、ミラノキャンプ。攻守に高い効果がありますが、それ以外はあまり良くありません。キャンプ後、こちらも優秀なセンターバックをロンドンに送ります。ミッドフィルダーの留学地なのですが、妥協です。能力爆発を促すコーチ練習は、優秀なミッドフィルダー2人と、ユースの堀池さん、爆発しないと強くできる気がしなくなってきてますが、どうなるか。エディット選手以外、すべての選手で能力爆発狙い、ただトップ選手は能力爆発がユース選手より起こりにくいので、難しいですがやるしかありません。そんな中で J1、14位で折り返します。落ちそうです。7月キャンプはミラノ再び。7月末は適当に施設を増やしていきました。環境が良くなれば、何かうまくいくかもしれないという期待も込めて、そんなことはあまりないのは、前回のシリーズで知っていますけどね。9月末には宮野が帰国、優秀なボランチです。うまく育てば優秀です。入れ替わりで三浦康俊をロンドンに送り、J1 が終了、13位でした。じわじわ苦しくなっているのと、あとはライバルクラブがしっかりいい選手を取っているせいなのか、圧倒しています。何もないまま終わってしまったかと思いきや、堀池さんが能力爆発、よかった、かな？はい、ということで、13年目が終わりまして。いやー、なんか、きついですね、ただただ。なんか報われないことが多すぎます。まあ、堀池さんが能力爆発はしたんですけど。ちょっとそうですね。やっぱり優秀な選手がいてこんな能力なんですよ。たくさんいるんですよ、優秀な選手が。若手で育ってない。で、こんな感じなんで、ちょっと、いやー、やっぱり、サカツク5難しいというか、理不尽というか、そんな感じはします。まあ、もうちょいやりたいなと思いますけどね。はい。ということで、まあ、連携か。いろんなところが多分足りないんだとは思うんですけど、
多少成長はしていますが、個人成長に関してもまあそんなところでしょうか。まあちょっと伸びてはいるっていう程度の選手が多いと、結果が出ないと。でやっぱり難しいのが、いろんなユースが出てくるんで、まあ、一応こう決まったユース、能力の高いユースを上げてはいるんですよ。だけどなんだろう、やっぱり育成チャンスが少ないっていうところの難しさをすごく感じて、前園さんだってめちゃくちゃ優秀なのにこんな低たらくですから留学も済ませてるしっていうところを含めて、ちょっとね、新人の頃から育てるっていうことに対してあまり夢が持てないゲームですね。なのでまあ即戦力に近い、もうちょい年代が上の大物をよそから取ってくる方がもしかしたら効率がいいのかもしれないですけれども、他のサカツクはね、ちゃんと若手から育てて大きくしていくというロマンがあるので、自分もそのロマンが好きなので、このゲームやっぱり難しいなと。ちょっとそれをなんか、年々やっぱり改めて、13年目、11年目、12年目、13年目、改めてやっぱり感じるようになっております。お金は増えていいんですけどね。難しいですね、ほんとね。終わりが近いですよ、このシリーズ。5。モチベが下がってます。本当に大変です。で、あとはどこ見ますか。はい。で、あとは、そうですね。まあ一応施設を増やして、練習の環境を良くしましたね。まあスタジアムはどうだったかな。まあスタジアムはもうほとんど完成か。そんなにこっちはもう特にね、いじるところはもうあまりないので、多少ありますけれども、この辺かありますけども、まあとりあえずお金はもう安定してきたので練習場になりますが、一応それなりにじわじわと増えてはきてますよね。まあまだ足りないんですけどね。なのでこの辺も育てていきたいなというところです。はい、年間の収支はまあ悪くはないですね。黒字、87億円の黒字となっています。テレビ局収入はちょっと少ないんですけど、まあこれは仕方ないとして、まあ入場料は100億を超えているので問題はないでしょう。で、まあ、成績は負け越してます。多少ですけどね、まだね、ただいろいろ勝てなくなってはきていますので、ちょっと難しいかなというところを感じております。限界を感じています。まあこの先のってなるとやり込みになってくるかなと思うんで、あんまりこのシリーズやり込みにしたくないなという思いがあって終わりかな。無念に関しては、無念を晴らしたいって言っているのは、まあ、どちらかというと前のシリーズだと J2 に落ちたり、まあ、それに伴ってだったかな、経営難にすごいなってしまって、クラブハウスの施設とかを一旦撤去しまくった時があったんですよ。だからそういう経営的な部分の無念っていうのが一番大きかったんで、だけどそれを今回そういう変なことはしなくてここまで来れたっていうところの無念は晴れまして、なので、はい、もうこれ終わる空気を出してますよね、完全にね。終わります。数回やったら終わります。はい、ということで、あと何年かな、まああと2年ぐらいはやると思います。はい、ということで今回はここで終了にします。ご視聴ありがとうございました。